はようございます、ハイジーです。というわけで本日は私、朝の8時半から甲府駅の方で撮影の方があるのですが、せっかくね甲府に行くならどっかに寄りたいなということなんですけどもね、ただ朝の8時半に甲府で撮影ということはもう6時半とか6時くらいから甲府でやってる場所とかお店とかを見つけなきゃいけないというのがちょっとねあって、それを僕のリサーチ力ではね見つけられずに甲府一旦断念して、甲府に行く途中の談合坂サービスエリアに寄って、ここで何かしらのグルメを堪能しようのコーナーでございます。とはいえね、閉まってます。談合坂サービスエリアは24時間っていう風な噂も聞いたんですけども、この辺のねなんかお祭りゾーンはちょっとね空いてなくて、あれもしかして中もかなという不安が今よぎってます。早起きしました。とてもちょっと前までは談合坂といえば24時間っていうこともあったのですが、こっちは違うか、さすがにね中のフードコートエリアだよね、きっとそっちだ。にしても温泉、ワイン、うなぎというね異なる3つの人気コンテンツを組み合わせるというとんでもないメニューありますね。温泉、ワイン、うなぎ、すごいな。ワクワクを寄せ集めてる感じ。そしてこのトリックアートね、ホワイトタイガーがこっちに飛び出してきてるかのようなワクワク要素満載よ。入っていきましょうね。もうはい、来た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 。お土産コーナーはめっちゃ早朝から開いてます。来た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 。そういうことで伝説の佐渡屋さんとかすき家さんとか開いてるわ、さすが。で、すき家さんにはここ限定のメニューとかがあったりするんですよね。ただ僕はもう最近すき家さんはね、わさび山かけかおろしポン酢って決まってますから、ちょっと今回すき家さんはねいつも行ってますしね、一旦今回はスルーして談合坂定食亭さんとかも気になる。すき焼き重、すき家さんの真横でちょっとすごい勝負してますね。この2軒はちょっと牽制し合ってるのではないでしょうか。で、あ、ラーメン大王、名前がもういいね。そんでその横の麺工房さんはこの湯盛りうどんとかね、テンションの上がる器でメニューが登場する感じで、このほうとうとか幅広麺のやつでいいぜいいぜ。で、もつ煮込みうどんとかもねめちゃでかい器で登場しそうな。ほうとうってこのチャンネルでももしかしたら食べたことないかもしれないからね。談合坂ほうとう行こう。さあ、ほうとうのチケットを実行にすることができまして、これがね283番って書いてますね。あそこに番号が表示されるっていうシステムですね。ほうとうってどれくらいでかいんだろう、それも気になるよね。僕ね毎年妻のお兄さんのご家族と一緒に山梨県に遊びに来てまして、その時はねさくらんぼ狩りに行って、その帰りにほうとう屋さんに行くんですよ。で、はっきり言ってさくらんぼ狩りも食べ放題だからさ、みんなで、ね、たらふく食べるじゃん。もう限界まで、時間いっぱいまでさくらんぼ食べて、でもせっかく山梨だからほうとう行こうって言ってほうとう屋さんに行くんですけども、量とんでもないんだよね。で、みんなさくらんぼで水っけでお腹パンパンにした状態でほうとう出てきてひいひい言いながら食べてる。でも美味しいねって言って帰ってくるんですけども、そういう量のほうとうがこのサービスエリアで出てくるのかっていう話ですよね。ただほうとうの量を見る前なんですけども、この天ぷらめちゃくちゃ魅力的ですよね。これも一緒にお願いします。はい、やばい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 。なぜかほうとう買ったらめっちゃ注目された。これもその味、一人の量じゃないよこれ。 なんだこれ、みんなで囲む鍋でできた。いや、テンション上がるねこれ。で、ほうとうはちょっと色が赤い
辛そうな感じでございまして、麺は幅広麺でね、もちろんかぼちゃとかあるんですけども、やっぱり天ぷらでもかぼちゃ買ってみました。で、天ぷらも一個一個大きくない？かぼちゃと舞茸とエビ買ってみたんですけども、まあ、あの、で、なんか太い、全部不定野郎だみたいな感じになってますね、味の悪大感で、もう取り分け用のやつがあるくらいの大きさ、これちょっとずつよそって食べていくという感じですけれども、まあ暑いからっていうのもあるかもしれませんけども、そうだ、確かにね、まだ今暑い時期なんだよね。テンション上がって山梨だからほんと買っちゃいましたけども、そうなの、暑いのよ。まだハグハグ言いながら食べていきましょう。いただきます。いや、これはめちゃくちゃ美味しそう。まあ朝6時から食べる量かって言われたらね、違うかもしれませんけども、いいのよ、山梨満喫したいんだから、いいのよ。スープすくった感じがちょっと油っこさを感じさせるようなビジュアルだったとしてもいいのよ。いけるからさ。で、確かに油のコクもがっつりある、食べ応え、コク応え、喉越し応えあるスープ、いわゆる辛味噌ですね。これは冬にまた来てもね、絶対楽しいかなっていうメニューだと思うんですけども、はい、はいはいはい、ちょっと待って、すいません、自分の重さとかね、具材が向こうから引っ張ってくるみたいなことでちぎれちゃいましたけども、おいしょ、あ、いいぜ。かぼちゃのこの王様っぷり何よ、めちゃくちゃ幅利かしてんじゃん、幅広麺の横で何してんのよ、もう幅かぶりしちゃってんじゃん。はい、来ました。究極におすすめしたい一品です。僕としてはね、まあ、あのおすすめしたいって言っちゃいましたけども、こんなにね辛さはなくて本当はいいの。別に味噌ベース、ただの味噌ベースで大好きなんですけども、辛いのがあってもこんなにうまいんだ。で、やっぱり麺最高ね。ハイジーってさ、ワンタン好きじゃん。知らないよって話かもしれませんけども、バーミヤンに行ったら絶対にワンタン麺注文するぐらいワンタン好きなのよ。子供の頃も家で出前取るときは絶対にね、ワンタン麺だったんですけども、そのね、ワンタンの皮をめちゃくちゃ分厚くしてムチムチっとして、あの美味しいワンタンの皮だけをゴージャスにして食べてるみたいな麺で、やっぱりこのかぼちゃがどう絡んでくるかなんですけども、かぼちゃのこういったエキスをねスープにめっちゃ溶かして食べるの僕大好きなんですけども、あのこれは1個ゴロッと入ってる感じでそこまで溶け出さないかな。ただその代わりにこれを入れとくと、はい、今日はそういうことです。ほうとうの中に舞茸って見たことないけども、天ぷらもあんまないかもしれませんけども、こうやって、はい、エビ天もね、味噌煮込みうどんに入ってる感じのエビ天美味しいじゃん、そういう衣にして食べちゃうっていう作戦でございます。うまっ、うまっ。なんだこれ、めちゃくちゃビビらされた。あのかぼちゃをかじった断面がこの鍋のスープよりも熱い、それが上顎に今一瞬張り付いてきてめちゃくちゃ動揺した。セルフレジでピーっていう音が急に鳴り出して止まんなくなった時くらい焦ったけども、ビビった。で、舞茸舞茸この食べ方は初だよね。うまっ。めちゃめちゃうまい。やっぱり舞茸の風味がさ、辛味噌って濃いからちょっと消えんのかなと思いきや全然大丈夫でした。爆発してました、しっかり、そうしちゃったらもう取り皿とか経由しないで直でもうガンガンいっちゃいましょうかね。でだ、この衣がねしっとりしてほぐれてスープにもちょっと溶け混ざっていく感じね、美味しいのよこれが。はい、ごちそうさまでした。いや、ちょっと正直
汗が止まらない。さあというわけで早朝から麺工房さんにて団子坂ほうとうを食べてまいりましたが、めちゃくちゃボリュームありましたね。あれをだから写真だけ見てどんくらいか分かんないって言って、でもほうとう食べたいなと思って注文した時に出てきて、みんなまあびっくりするでしょうね。え、これ1人前なんすかって聞く人多分多数でしょうね。で4人くらいで行って4人ともほうとう注文しちゃって、どうすんのこれみたいなことになったことがある方もいらっしゃるだろうなっていうようなボリューム感でございましたけども、とにかく具沢山でめちゃくちゃ美味しくて、ここならではの味付けもあって本当に美味しかったですし、おすすめでございます。気になった方がいらっしゃいましたら食べに行かれてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、エンフィールドインドさんからのコメントで、アルファードの ETC にレッドカード入れて車外に退場になったんですよね。そんなことしな確かに車のエンジン入れるたびに ETC カードが入ってませんって言われる、告知される。ただだからといって何かしらのカード入れなきゃと思って ETC カードの代わりにレッドカード入れない。確かに僕ね、免許取った、審判の免許取った、サッカーの審判の免許取って、その後にレッドカードとイエローカード送られてきて、まだ一回も実はね、審判するって言った日に雨ばっか降って流れちゃってるのよ試合が。で一回もできてない。そういえば不安だな。審判講習会でね、いろんなことを教わったのがまだ頭の中に入ってるのかなってすごく不安。あの時散々実技ね、訓練とかもしたんですけども、あの時のやつもうあんま覚えてないかもしれない。これから実際ね、公式戦とかの審判するときに結構緊張するなっていうのもある、時間が空けばくほど。だからといってレッドカード入れない、ここに。で自分で ETC カードスロットにレッドカード入れて自分で出ていくって、なんなのそれ。自分に対して、自分の運転行為に対してレッドカード出しちゃったのかな。今の車線変更無理やりだったなって思ったら、自分でレッドカード出してここに刺して出ていくのかな。邪魔じゃない車、その置きっぱなしは。 MU ファームさんからのコメントで、ゲーミングチェア視聴者さんに抽選で5名の方にプレゼントしてみたらどうでしょう。もちろん4台は改めて購入して、なんでだからさ、成り行きとしましては僕はゲーミングチェアを買ったよね、疲れないために、編集作業とかねするときに疲れないために買って愛用してたんですけども、やっぱりどう考えてもこのゲーミングチェアは海外の方の体が大きい人用に設計されているものだから、僕の体に合わなくて疲れちゃうと。でも騙しながらね、高いお金5万円くらい出して買ったからさ、もう騙しながら、そんなことない、絶対にいいやつだって思いながら使ってたけども、やっぱりガタが来てしまった。だから今持て余してるね。それをプレゼントするのはまだいい。その1台が本当に欲しい人とかね、体に合う人がいたら全然プレゼントしたいなって気持ちはあるんですけども、なんでわざわざ5名様プレゼントにして4台新規購入すんのよ、自分が別にお勧めしてないやつを。ヒロ1606さんからのコメントで、最近のマイブームは本編が始まる前にコメントを書いて投稿することです。最終目標は大砲が撃つ前に終わらせることです。何これ。だからなんでみんな決め打ちでやるの、コメントをもう書くっていうノルマを終わらせればもうおしまい、あ、今日はもう大丈夫だっていう感じになる、そういう精神状態なの。だからやっちゃってんので、大砲撃つ前って相当短いよ時間で。確かに皆様のコメント欄ね、このコメント欄見てると、内容これ見てる本当にっていうコメントが動画の開始からね、19時に公開されんじゃん。そこからしばらく続くの、ちょっと今日見てみようか、どんなのが来てるのかね。ちなみに昨日の動画が公開された瞬間から時系列でちょっとこの撮影をしている段階では、磯丸水産さんの動画が最新動画として上がってるんですけども、でこのコメント欄見ていきますと、一番最初、一番乗りがね、まさやさんで、アゴン版はから始まってますこういうことだよね、もう速攻でコメントしてくれてるとありがたいんですけどもね。で磯丸水産さんっていうその単語が入ってるね、磯丸水産っていうその内容を見たなっていうコメントが来るまでにどんだけのコメントを消化するのかっていうことですけども、まだですね、はい、はい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 、ね、で、ベーダスケオさんで、ここで一旦ね、アミタイツとブルマっていうワードが出てきました全く磯丸水産さんの朝定食とかね、お寿司とか、そういったラーメンとかそういったものは、出てきません。そうですね、待ってください、磯丸水産っていう単語がね、こっちは見たいんですけども、なんでその NHK の受信料とかそういうワードが出てくるのか全く分かりません。全くそんな話してません。あ、来た来た、
小瀬翔太さんかな、小瀬翔太さんが、はい、とうとう磯丸水産さんの話をしてくれてますけども、ここもやっぱりね、小雨が降る中での登場シーンがまさに水も滴るいい男、男と言って顎と読ませている感じでございまして、もうふざけ放題どうなってんの。それでは本日のランダムコメントのコーナーでございまして、皆様いつもたくさんのコメントありがとうございます。では本日も行ってみたいと思います。せーの、タンタカタン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 タカタン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 、こちらディディンディディン、MCX 千さんからのコメントで、あなたの風はどこから、私は顎からで舞台袖で練習してる姿を見て涙しました。そんなネタやってないんだから、そんなネタネタのつかみで、はいどうもハイジーです、よろしくお願いします。あなたの顎はどこから、顎から、あなたの、うん、あなたの風か、すいません、あなたの風なんかおかしいなと思ったら、あなたの風はな、あなたの、なんだ、あなたの顎はどこからって、顎、それ顎からだよ、ね。